和歌山電鉄株式会社は、和歌山県和歌山市に本社を置き、鉄道路線岸川線を経営する会社である。岡山電気軌道の完全公会社で、両備えグループに属する。2006年4月1日より、南海電気鉄道から岸川線を引き継いで経営している。社名は、親会社の岡山電気軌道が社名を、一般公募しその中から選ばれたものである。 選ばれた理由は、時代に流されない地域に根ざした名前である。旧自体の鉄となっているのは、鉄の文字を分解すると、金を、普通になり、縁起が悪いとして、鉄の文字を避ける、鉄道会社があるが、和歌山電鉄の場合は、鉄の基本に立ち返るという意味で使用したものである。経営のモットーは、日本一心豊かなローカル線になりたい。地元自治体、沿線住民、 沿線学校関係者、商工会で構成する岸川線運営委員会を社内に設置し、沿線住民の要望を取り組んで生かす仕組みを作っており、現場に対するアイディアや情報提供は同委員会が行っている。工事するいちご電車、おもちゃ電車、玉電車、梅製電車の運行や、岸駅や伊達祖駅に猫の駅長を配置するなど得意な取り組みも行っている。 岸駅には初代の猫の駅長として玉がいたが2015年6月22日に死亡し同年8月から二玉が駅長を務めている2003年に南海が岸川線の廃止検討を表明したことに対して岸川町暮らしを環境を良くする会や南海岸川線を応援がって連和歌山市民アクティブネットワークなどの沿線市民組織が存続運動を行い それを伝え聞いた NHK が総合テレビ、難問解決。ご近所の底力への出演を打診したことに始まる。NHK に出演した旧、岸川町長さん団地住民が中心になって、岸川線の未来をつくる会が正式に設立され、6000人を超える会員を集めて注目された。岸川線の未来をつくる会をはじめとする、各市民組織の活動が、 かなりの盛り上がりを見せ、和金、岸川線分科会が、岸川線存続の費用対効果分析を行って、存続の社会的な意義を科学的に裏付けるなどしたこともあり、地元の自治体も存続の意思を固め、鉄道用地などを南海から買い取ることなどを決めた。運行主体として、第三セクターを設立するのではなく民間の企業、等から公募することになり、岡電や、 トラベルプランニングオフィスなど9つの会社と個人が、それに応じた。岡電は、締め切りの最終日まで応募を迷っていたが、和歌山の市民団体から、応募依頼状が届いたことと、岡山県に本拠を置く、市民グループ、路面電車と都市の未来を考える会からの勧めや、近畿地方の鉄軌道事業者からの応募がないことなどを、勘案して、応募を決断したと言われている。 先行作業の結果、運行事業者として、軌道経営の経験を有するオカデンが選ばれ、オカデンが100%子会社として、和歌山市に設立した新会社が、和歌山電鉄株式会社である。全駅の一覧などは、以下の項目を参照のこと。営業開始時には、南海から、岸川戦線専用車両の2270系、電車12両全車が無償状とされた。 以後、順次車体色を南海カラーから、和歌山電鉄の車体色に塗り替える予定で、2006年8月6日より、いちご電車、2007年7月29日より、おもちゃ電車、2009年3月21日より、多摩電車、2016年6月4日には、梅製電車が運行を開始した。これらのデザインは、岡電の9200系電車などをデザインした。 三島海江児が担当している。2012年に、岸川線は、河川電圧が直流6 0 0トから直流1 5 0 0トに、昇圧されたが、南海時代から有していた、副電圧機能を活用し、車両は継続使用されている。大人普通旅客運賃。2019年10月1日改定。第14期決算広告。 2019年7月16日付、官報93ページ。ABCDEF 鉄道統系年報平成29年度版、国土交通省国土交通省鉄道局監修、鉄道要欄令和元年度版、電気車研究会、鉄道図書館公開鉄道トリビア、鉄が嫌いな鉄道会社がある、マイナビニュース、2014年7月12日、社名。 我が山電鉄岸川線。岡山電気起動。2006年3月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月2日閲覧。こんなところに、地元力、和我が山電鉄の場合、小島光信、玉駅長ついに社長代理に昇進。和歌山電鉄株式会社。2014年2月15日閲覧。 玉は駅長であると同時に2013年1月5日より、社長代理でもあった。三毛猫、玉駅長天国へ、和歌山電鉄、28日に、車窓朝日新聞、2015年6月24日、玉の後継に、二玉が就任和歌山電鉄、岸駅、三景ほど、2015年8月11日本来は、河川電圧1500ボルトの南海本線内での、 自力改装を可能とする目的で設置されたものである。運賃改定のお知らせ和歌山電鉄2019年9月5日。ありがとうございます。